今回も懲りずにスプラトゥーンのガチエリア A 隊やっていきたいと思います。なんだかんだ一番最初に A 隊に行けたのはガチエリアじゃないですかね。で、一回落ちたんですよ。確か B マイナスぐらいまで落ちて、そっから返り咲いて戻ってきたっていう。多分前回 A マイナス行けた時はまぐれだと思うんですよね。言うて僕弱かったんで。さあ、相手の編成見るがいい。長射程ばっかでちょっとだるいんですけど。ほい。うわ、なんかいたよ。っていうか、あれ、味方のローラーの音が。うわ、ダリー。ロボットマンかよ。いけ。俺のロボットの方が強い。なんか、え？ちょっと味方さん何やってるんですか？危な。どっから来る？やべえ、味方のチャージャーが大丈夫？活躍してる？いや、活躍してるっぽいな。一応死んでないからまあセーフだと思う。いや、これきつくないっすか？たった、だるい。だるい。マジでだるい。危ねえ、撃たれる。もうこっから立ち回りとかも意識しとかないと、勝てないっすわね。いや、二人もいらん。いけ。やばい、これ、ナチュラルに負けるぞ。ナチュラルに負けるぞ、これ、多分。ちょっと、止めるぞ、マジで。濡れ、濡れ、濡れよ。やばい、後ろから撃たれてるし、最悪。さすがにお前舐めすぎぞ、俺は。いくらなんでも。さすがに舐めすぎ。濡れ濡れ濡れ。ちょ、イモれて、とりあえず。こっから死んだらまずいぞ、ちょっと。スプラトゥーンはスポーツだ。ゲームじゃない。もう、相手がいて、その相手と、うわ、最悪。その相手とも対峙しているんだったら、それはもうスポーツって言えるんだ。ババババ。そう、スプラトゥーンは僕普段、スポーツだと思ってやってます。まあ、コントローラーぶったたいたら敵に対して、まあ、死ねというのがね、まあ、スポーツマンシップに反してるとか、まあそういうツッコミは置いといてですね。おい、嘘だろ？もう、きついな。ちょっとデュアルに援護してもらいながら。デュアルそんな近づいて撃つ？後ろからの援護でいいよ、別に。ちょっと、もう全力で妨害しにかかるか。全力ま、妨害？全力まるまる。あーぱぱぱぱ。もうミサイルマンばっかだ、うぜえ、ほんとに。ミサイル撃っときゃ勝てるみたいな、そんな舐めたゲームじゃない。ダメだ、当たらん、ちょ。まずい。だるい。ちょっと。面白いな。猛者がいっぱいだよ。危ない。ばば。ちょっと、逃げの着地吐いといて。ちょっと敵陣乗り込んでいくか。ムカつくからなんか。やれやれ、もう。いらんって二人も。てか、竹とかデュエルとかそんなとこ行って大丈夫なの？あ、行っちゃうけど。大丈夫？もう、クソ芋。出た。クソチャーが、ほんとに。ちょっと待って、相手の陣地に行きたいけどさ、しんどいんだけど。チャージャーが、チャージャーがだるいんだけど。ちょっと、潜っとこ、撃つのやめ、ああ。負けたわ。やばいな。
やばいな。やばいな。みんな A 隊に上がりたてだよ。やばいな。みんなしてやばいな。うん。いや、明らかな長射程相手だと、クワッドだとどうやっても、どうやってもって感じはありますね。だから、クワッドはね、スパッタリーとか射程の短いマニューバと、あと、シューターにこそ生きれるけど、だから実際長射程とかね、デュアルスイーパーとか来られると、まあ勝てない。うわ、ダイナもいるよ、ダリーナ。あっぶん、うわー、直で当たったよ。危なーい。うわ、ダリーローラー二人もいるの。はぁ、俺、あれ当てらんねーとかマジでもう、ボケすぎでしょ。うわ、すげえ、しかも味方強えし、今回。味方クソ強えし。おい、ビーコンに飛んじゃったけどいいの？ビーコンじゃなかった。おーい。あっぶ、ばっばっばー。ちょっと、ジャイロがパグった。なんか知らんけど倒した一人。危なーい。うん。あー、無理か、ごめん。さすがに無理だった。なんか追われてるよ。なんか追われてる。気づかれてるよ。これ多分。あ、何このコントみたいな戦い。マジで今コントみたいだったよ、ちょっと。いや、いいって、そんな。いいって、そんな。いや、見逃しとけばいいやん、そいつ。別に。そんな、長々やる相手じゃないでしょ、別に。なんかいた。あれ何？スパッタリーだった。ごめん。狩られちゃいました。着地って弱いよね。今更だけど。まあでもちょうどいいのかな。ちょうどいいのかな、着地が。着地、唯一、クワッドの文句を言う。金ダイナモ。マジで。ちょっと俺死にすぎだからな。エイムがばりすぎんよ。エイムがばがばりすぎんよ、マジ。何？なんか撃たれた。隠れと。やばいな。どっから投げられん、で、上にいんのかよ、ダリ。上の、いや、ダイナもクソうぜえな。ぽちゃん。マジで？まあ、まだいけるか。イカ忍者欲しいかも。クワッドで必要なのか分からんけど。ナイスー。ダメだ、俺エイム下手だな。うわー、うわ、なんか撃たれてるよ、後ろから。うわ、なんかうぜクソダイナモが。バイバーイ。やばい。うわー、後ろかよ、クソ。しかも味方ず、いや、もういいのか、エリア自体にいても意味ないのか。いや、そういうわけでもないよな。残り1分でちょっとまずいんですけども。まずいんですけども、かなり。うった！危ねえ。もう、くっそ。これ普通にノックアウトありえんぞ。ちょっと、俺まずいっすね。ちょっと、これマジで勝ちに行かないと、まずいっす。ちょっと。
あぶれ。もうスティック邪魔なんだよ、マジで。壊れてんのか、このクソ。クソ、クソ、クソオメコントローラーが。スティックで勝手にエイムがブレるんだけど、クソが。やれやれ。スティックがクソ。あ、もう使いづれコントローラーだな、マジで。ちょっと耐えるぞ、本気で。マジで耐えるぞ。ちょっとまずいぞ、まずいぞ、まずいぞ。まずいぞ、まずいぞ。ちょっと、ここ死んだらまずい。死なないように行こう、ここから。ここから死ぬな。ドントデース。ドントビーデース。危なーい。ドントビーデース。よし。いや、ちょっと切り替えが遅かったな。死なないようにしようっていう、その、気持ちの切り替えが、ちょっと、延長になってから、ちょっと遅かったが、もうちょっと早くてもよかったな。生存意識というか。まあまあ、10キルなら、10キルも取れてたら、まあまあ、いいかな。うん。じゃあ、ラスト、もう一戦やっていきましょう。A 体って全体の何割なんだろう。A 体は闇。A 体 20%。20%。 うん、まあまあ、ちょっとうまいって呼ばれる人たちだよね。ほう、相手何、ロングホットか、どっちにしてもやだな。うわー、なんかいたよ。スパヒューがいたんだけど。スーパヒュー。うん、あ、え、ちょっと、もうエイム勝手にずれないでくれる？俺のコントローラーくん。コントローラーくん勝手にずれないでくれる？いや、今回、相手のチャージャー下手くそだぞ。いや、なんか、おい、今回相手のチャージャー下手くそだぞ。いけるぞ、これ。あ、はい、あ、あ、あ、ちょっと待って。危ねえな。いや、今回は勝てそうだぞ、割と。チャージャー下手やぞ、向こう。あ、行った。うわ、パイプ邪魔。いいよ、俺もあと守るわ。そしたら。守ればこれ、もう、ノックアウトできんじゃない？守ってりゃ。ほい。こういうとこでさ、ほいってしとけば。ほい。仕方で。別にもう、チャージャーに用はないんで、仕方で。うまいチャージャーは脅威だけど、そうじゃないチャージャーは別にね、仕方しとけばいいと思う。うん、用ないもんだって。あった。なんか撃たれてるよ。この位置バレやすいな。いや、ちょっと、こっち来ないでくれ。こっち来ないでくんない？あ、まあいいや。いや、さすがにこれもう一戦やるでしょ。今の短すぎでしょ。一瞬だって。一瞬で終わってしまったけど。はい、じゃあもう一戦やっていきましょうか。とりあえずもうとにかくガチマッチ。で、望ましいのが、そう、スプラトゥーンを、こう、手っ取り早くじゃないけど、なるべく早く上達するので、どういうやり方がいいのかなって思ったんですけど、まあ、一つは、まあ、うまい他の実況者さんの動画見て、うん、まあ、特に僕見るとき
特に何も考えてないんで見てるんですけど、ただなんとなく何回も見てるとこう、あ、こういう立ち回りがいいんだなみたいなのが、まあ、自然と頭に入ってきて、で、まあ、ガチマッチばっかりやって、で、できれば深夜帯がね、めちゃめちゃみんな強いんで、それで、そういう人たちとやり合ってれば自然と上達するっていうパターンですね。強い人とやり合えばね、自分も強くなりますから。うん。なんかいた。だから、なるべく深夜帯に潜る。深夜帯の人ほんとクソ強いからね。マジで。一時期俺も、深夜のスプラトゥーンとか言ってやってたけどさ、夜中に。夜中の人たちマジで強いからね。行った。うわぁ。なんか困った時に着地吐く癖やめよう。うん。逆に死ぬから。嘘でしょ。ほい。じゃあ俺、味方来るまで生存しとくんで、あとよろしくお願いします。いや、これ、詰められたらまずいんですけど。いや、しかもなんか、キルアシスト取られたんですけど。あ、痛い。怖い。ちょっと、伏せとこう。怖いんだけど。俺、ちょっとこの辺で警備しとくからさ。ちょっと来てよ、早く。危ない。なんで今、無駄に壁登ったし。まずいな。まずいな、ちょっと、まずいな、ちょっとこれはな、どうやって。いや、もう遊んでる暇ねえから。もうクソが、なんで後ろからも来んだよ。はぁ？いや、もうこれ俺悪くねえよ、もう。これ、弱いな、もう昼間は。マジでみんな。ナイスじゃねえよ。何がナイスだよ。まあ、しょうがないね、これは。うん、やっぱね、夜中やってるとね、強い人しかいないから、マジで上達します。というかもう、子供とか深夜の時間って起きてないからね、深夜2時とか。だからみんな強い。